S 計画に含まれるステップ設備保全管理システム A コンピュータライズドメンテナンスマネージメントシステム CMMS またはコンピュータライズドメンテナンスマネージメントインフォメーションシステムクミーズは組織の保守作業に関する情報のコンピュータデータベースを維持するソフトウェアパッケージである。この情報は保守作業員がより効果的に作業を行うのに役立ち、管理者が 情報に基づいた決定を下すのに役立つことを目的としています。対角マシンの予防保守、おそらくリソースのより良い割り当てにつながる。CMMS データは規制遵守を検証するためにも使用できます。施設のメンテナンスを適切に管理するには何が起こっているのかを分析するための情報が必要です。手動でこれを行うには多大な労力と時間が必要です。 CMMS を使用すると記録を保持し完了して割り当てられたタスクをタイムリーかつ費用効果の高い方法で追跡することもできます。これを認識して企業は保守管理をより適切に制御及び整理するために CMMS を広範囲に使用し始めました。この図では CMMS 計画を実装する様々な手順について説明しています。CMMS は 複数のコアメンテナンス機能を提供します。製造だけでなく、施設、ユーティリティ、フリート、病院、スポーツアリーナなど、あらゆるタイプの機器、資産が修理の対象となり、メンテナンスが必要な場所にまで拡大します。テクノロジーの向上と競争の激化により、情報の追跡と整理に、手動の方法を使用するのではなく、CMMS に切り替える企業が増えています。 CMMS の様々なコンポーネントには、次のものが含まれますが、これらに限定されません。機器データ管理予防保全予知保全労働作業指示、システムスケジューリング、計画ベンダー管理在庫管理、購入予算編成資産管理、CMMS パッケージは、機器、資産、及び資産のメンテナンスを実行する必要があるすべての組織で使用できます。一部の CMMS 製品は、 特定の業界セクターに焦点を当てています。他の製品はより一般的なものを目指しています。CMMS パッケージはメンテナンス活動の詳細、または要約を提供するステータスレポート及びドキュメントを作成できます。パッケージが洗練されているほどより広範な分析機能が利用可能になります。多くの CMMS パッケージはクラウドベース、または オンプレミスベースのいずれかになります。ありがとうございます。